どうも、今ですね、朝7時18分、見てください、私たちが今住んでる、まあ、南信州エリアなんですけど、これ天竜川なんですよね。天竜川沿いを今走っているんですけれども、スタバに行こうじゃないかと。スタバに行くんですけどですね、朝スタバに。僕たちはね、もう1ヶ月に1遍くらいスタバに行ってですね、大好きな、サンドイッチを食べてですね、普段小麦粉を食べないんですけどね、そういう時は食べるんですよ。ちょっと本でも読んで、だいたいいつも1時間くらいはね、スタバでなんかゆっくりしてんですよね。で、まあそこに向かってる最中ということで、ちょっと今日は Vlog 風に、その行くまでのね、景色がもう素晴らしいんで、撮っていきたいなというふうに思います。はい、朝のこのいい天気の中ね、このジムニーちゃんでドライブ。うん、気持ちがいいです、うん。はい。で、今日の BGM はね、権利の問題でこう今止めてますけど、アビル・ラビーンかけてます。アビル・ラビーンって知ってますか？最近ね、車で我が家で聞いてるのはね、アビル・ラビーンと、グリーン・デイと、ブリンク182と、ジャック・ジョンソン。そのあたりを聞きながらいつもご機嫌ドライブをしています。車では CD 派でございます。はい。そんなわけで、まあまあ、ちょっとドライブ、景色いいところ。長野県はね、もう本当空気がね、澄んでてね、空気も水も美味しくてですね、もう本当いいとこですよ。ちょっと一緒に、ご近所の旅に出かけましょうということでございます。今日の朝もピリッとしたもんね。今日はね、気温7度だか寒いよ。今やっと10度まで上がってきました、ね、本当すごい天候、景色が今にまたすごい景色になってくるからね、山を見ると。この山とさ、緑のコントラストがね。そうね、近いところは緑で、向こうはね、そう、雪山だもん。気持ちがいい道だな、うん、こっちもすごいな。まさに日本の田園風景。田んぼとね、山のね、田んぼが綺麗だね、うん、田植え終わってんのかな、あれ。なんか終わってるようにも見えるもん。終わってねえか、よくわかんない。なんかプロとスキル感がもう全然違うんだよね。まあそりゃそうでしょう。不思議旅もすごいよね、あの画面ですげーと思う、うん。こういうのね、見て撮ってさあるから、あの感じわかるよね。きっともっとすごいだろうなっていうのは。そうね。そうそう、それは予想つくね。うん。すごいね。そう、本当すごいよね。すごい。もうなんかもうどこ見ても感動しちゃうから一生懸命撮るんだけど、このね、やっぱりリアルじゃないとね、そこまでは伝わらないと思うんだけど。まあ、僕たちのこの本当すごい、ね、感動の度合いを測ってください。本当に、しかも今日お天気がね。そうなんだよ。素晴らしい。いいところだよ、この南信州っていうところはね。本当になんかもうちょっと軽く興奮しちゃうね、やっぱり、ね。何回かさ見てるんだけど。やっぱ色が全然違う、窓を開けると。あ、そうだ。わ、あのほら、木の、うわ、なんかすごい紫外線カット。ほら、水田と素敵だな。水に映ってんじゃないの、逆さ富士。そうだね、本当だね。ちょうど今、信号で止まって。しかもこれあれだよ、田植え前だから。そうそうそう、綺麗。なんかほら、ジブリのなんか松みたいな、なんていうの、
この木がまた素敵じゃない、これ。あっちの山並みとかね。すごい。いいね。あともうちょっとで着きそう。イナのスターバックス、うん、南信州に唯一あるスターバックス。そうだよね、はるばる来た。わあ、開けてきて、ほんと水田が綺麗。俺もかつて1回ぐらいあると思うけどね、なんかあの泥の中入ってってね、母ちゃんと一緒に。あ、ちょっとってわけにいかねえから大変だよ。そう。お。あ。何川なんだろう。ね、何川なんだろうか。あそこだ。そこだ。あ、本当だ。ここでいいんじゃない。そこに止めときゃいいんじゃないのかな。かっこいいね。スタバに来ました。あの田舎のスタバってこんな感じ、戸建てなんですよ。そう、いいんだよね。すごいかっこいいよ、いつもね。何気に、あと私が好きなのこの植栽ね。植栽、それであっちに山が見えてる。あの山を見ながらだからね。はい、動画撮っても聞いてくる。はい、聞いてきてよ。どこに座りますか。ここですか。ここ。はい。いやー、相変わらず。いや、そうだけど、美味しそうだ。はい。美味しそう。私たちは、芋、これが好き。これと、これ。を今日は食べました。わーい。今日久々に来た。美味しそう。僕たちの大好きな石窯フェローネ。じゃーん。じゃーん。これ美味しいんだよね。これがうまいんだよね。あの今回は味変でこのソーセージといただきます。おーい。久々に美味しい。どうですか。美味しい。美味しいよね、うん、絶対外れがないよね。そうなんです。食べてます。朝ごはん食べてます。スタバ行ってきた。スタバ行ってきた。美味しかった。どのくらいいたんだろうね。小1時間置いたのかしら。小1時間はやっぱりいたね、うん、コーヒー飲んで、トールのコーヒーを、トールのカフェアメリカーノを飲んで読書をしてきました、うん、相変わらずすごいよ。そう、いい空間だった。こっちもすごい景色。いや
水田の美しさが素晴らしいですね。今の時期は素晴らしいね、本当に。いやいい時期だ、本当に。わお、うわー、来たー、すごいですね。すごいね、美しい。わお、あ、ここすごそうやろ。そうだ、ここだ。おお、すげえ。すごい。これは絶景ですね。あ、本当ここだね。うん。おお、すごいわ。でかい。これ伝わるかな、ね、これ伝わるのかな、ね、ほらね、これは何の顔なのかな。すごい水の量が多い。というわけでスタバへのご近所旅、ね、朝のね、朝コーヒー、プチプチプチガズ旅ぐらいです、ね、プチガズ旅ですけどね。ゴールデンウィーク、皆さん素敵なゴールデンウィークをお過ごしください。まあちょっとは行くだけでもね、みんな、うん、皆さんのところにもね、新発見があるんじゃないかなと思います。これもうちの近所ですからね。そうだよね。はい、皆さんも素敵なゴールデンウィークをお過ごしください。はい。